ごめんなさい。大丈夫。困った。僕の妹、兄として。僕の。大丈夫です。そうか、そ、実はアイスは。そう、はい。本当？わ、要求。アイスがないとなると不安だな。普段アイスは。だが、なくなった以上は。ん？心配ない、大丈夫だ。お前の責任ではない。だが、万民の。行くぞ。行くぞ。長倉のもつ焼き。困った。仕方ない、待つしかない。まさか料理ができるのか。では頼んでもいいだろうか。例えばこの辺の。お、さす。中原のもつ焼き、安くて美味しい。アイスに必要な材料。貯金した方が。実はこんなことがありまして。もうできたの。どれどれ。間違いない。この感感謝する。こんなにすごいと知っていたら。そうだ、あの子は家に。妖魔を退治する。あの子が助けを必要とす。ああ、こんなもの一体。まさか。ち、違うよ。町中はそれに。で、で、嘘つか。失礼。は、僕は趙雲。服装を見てわかるかもしれないが。そうなの、ごめんね。うん、ええ、でも、うん、ありがとうございます。アイスありがとう。冷たくて美味しい。は、こんなにたくさん。ありがとうございます。うん、わかった。教閣？数日前、教閣にはお兄さん。それは。わーい、ラクト。わがま。え、ダメ？え、僕はあの、すまない。この子たちかなり期待しているようだ。かまってあげないと落ち込むんじゃないか。ああ、そうだな。大したことではない。僕は昔修行だからお兄さんと呼んでくるし、きっとすごい期待をしてるだろうな。でも実際は退屈。本当か？よし、もし僕。ああ、お兄さん。ああ。じゃあ、ぼ、僕がか。じゃあ僕だって。どこに隠れてもいい。もちろん。でも。ああ、わかった。だが隠れる場所に当てなんてないぞ。お前の言う通りだな。じゃあ行くね。ここに隠れてもちゃんと目。僕の負けです。あっさりと見つかってしまった。ここならば、いつも僕ここみたいに
四方が囲まれていて埃が積もるような場所は光も差さないから。だが見つかった簡単な遊びではあるが、参加しているうちに面白くなってきたぞ。ああさあ、お母さんまだ。お兄さん、わがままばかり。もうちょっと。おう、構わない。異常？大したことではない。参考の面と冷やし麺、いいな。しかし普通の参考の麺。そんなこと。そうか、厨房を借りるぞ。材料は集まったか？どうだ、味は悪くないだろうか？気に入ってくれたか。参考の冷や、気に入ってくれると。ああ、兄さん、まだありますか？ラテもおかん。そう焦るな、お腹いっぱい。ご飯が終わった。まだ遊ぶのか？これは完全に。そんな。